あらゆる生命体の中から人型という生き物が誕生してどれくらいの年月が経っているのだろう。科学者たちは頭脳を寄せ合い、気の遠くなるような数値で語り継ぐ。だが、それが正しい答えだと立証できる者は誰一人いないのである。科学で全ては解決すると多くの人々はそう信じている。だが、それだけでは説明のしようのないことも実際にはたくさんあるようだ。一つの伝説がある。かつて栄え、おごり、高ぶった人類は己の武をわきまえず、むさぼり、怒り、愚かなる三毒にまみれていった。醜い争い、侵略、破壊され尽くした世界。心ある人の声はかき消されていく。自然のバランスが崩れ、災害が多発し、その時初めて人々は自らの愚かさを呪った。もはや彼らには滅びゆく以外の道はないようにさえ思われた。そう、科学で説明のつかないある力で彼らが救われるその時だ。これらは単なる伝説。今では子供たちの寝物語にさえ上らぬ小さな話。しかし、この宇宙に確かに存在している物語。宇宙は広い。自分の尺度だけで物事を測ろうとしてはならない。あらゆる物事を解く鍵は、まず自分の内なる宇宙を感じ取り、信じることである。そこから可能性という名の未来が開かれるか。ここはワーランドの中でも貿易国として栄えているカダローラ王国。その豊かな国の中、学園都市の一つであるトリュフェルズから君の物語は始まる。ねえ、まだ？もうすぐだ。さっきからもうすぐもうすぐって。一体いつになった？あそこだ。あれがトリフェルズか。ここだ。ここか。そうだ。ここが今日からしばらくお前が学ぶ場所だよ。さて、私の役目はここまでだ。体には気をつけるんだぞ。いや、たまには家の方に手紙を出しておくれ。母さんも心配してるしな。元気でな。次の日、入園式も無事に終わり、僕らはその日はすぐに寮に戻された。寮は二人部屋だけど、僕のルームメイトになる子は今日やってくることになっている。どんなやつだろう。そんなことを考えていると、誰かがドアをノックしたんだ。
今日からルームメイトになるネルトって言うんだ。よろしく。はい、番号違うや。ごめん、どうやら間違っちゃったみたい。じゃ、どうも。あっという間に出て行った。慌てんぼだな。でも、いいやつみたいだ。あのやつがルームメイトなら。お、来た来た。女の子なわけないか。はじめまして、僕、ノイシュって言うんだ。よろしくな。